紅茶のジェニー講座。はい、こんにちは、こうちゃんです。今日はですね、桃上げと、そして引き付け、振り出し、そして振り戻し、この4つの速さ、これがですね、どのくらい速さに関係するかということを図を見て、また考えていきましょう。それではいきます。はい、まず桃上げですけども、桃上げのスピードがありますよね。ももをここからここまで上げるスピードを示した図です。この速度は角度に対して速さで示しています。関節の角速度と言います。もしもももを上げのスピードが速ければ速いほど、疾走スピードが速ければ、こういう右肩上がりの図ができるはずです。しかしながら、ほとんど変わりません。ですから、100メートル9秒台の選手と、100メートル13秒台の選手は、もも上げスピードはほとんど同じなんです。これすごい事実。さて、次です。引き付け。ここからここまで引き付けるときに、この引き付ける角度に対しての速さを示したものがこちらです。100メートル9秒台の選手と100メートル13秒台の選手。これも引き付けスピードはほとんど変わりません。引き付けが速ければ速いほど、疾走スピードが速いならば、こういう図ができるはずですけども、これも変わらないですよね。はい、次。振り出し。振り出しのスピードですね。振り出しのスピードが、こういうスピードですけども、これが速ければ速いほど、もしも疾走スピード速いならば、こちらもこういう図ができるはずですけども、これもほとんど変わらない。示しますと、ここ13秒台の選手と9秒台の選手、ほとんど変わりがないですよね。はい。振り戻し。これは結構関係あると思ってましたけど、意外とない。ここから足のスイングが始まる、地面に設置するところまでの振り戻しですけども、これもあまり疾走スピードと関係がないようです。ですから空中動作というのは実は関係ないということが言えますね。100メーター13秒台の選手と100メーター9秒台の選手、振り戻し速度、各速度で見てもほとんど同じということが分かりました。はい。今日この4つの図を見ていただきましたけども、まあ、簡単に言えばですね、空中の動作は100メートル13秒台の選手も、また9秒台の選手も、全く変わりなく同じように行われているということです。ですから、問題なのは、もう分かってきたと思います。地面についているとき、これこそがスプリンターのですね、ほんのちょっとしかないこのチャンスの時間をいかにうまく使うか、設置の時間にうまく力を伝えるか、これがキーワードになってきそうですね。明日以降に続きます。紅茶のジェニー講座。